4年ぶりとなる水郷柳川水祭りでは、柳川名物の掘り割りで様々なマリンスポーツの体験会が開かれています。こちらはボードの上に立ち、パドルを使って水面を進んでいくサップとヨガを組み合わせたサップヨガです。会場にはキッチンカーなども並び、訪れた人は水辺でのひとときを楽しんでいました。漕いでるのがスイスイ行くと楽しいです。午後からは1チーム9人で川下りのどんこ舟を漕いでタイムを競うイベントも行われます。